4月29日日本武道館で平成25年全日本柔道選手権大会が開催され、天理大学職員の穴井隆正選手が出場しました。2年ぶり9回目の出場となった穴井選手は2回戦を一本勝ち、3回戦を技あり抑え込みの合わせ技一本勝ちに収めます。準決勝戦に進んだ穴井選手は前年度準優勝者の石井龍太選手と対戦。開始14秒、鮮やかな体落としで一本勝ちを収め、決勝戦に駒を進めました。決勝戦では20歳の新鋭原沢久義選手と対戦。全日本初出場となる原沢選手と緊迫した攻防を繰り広げますが、指導2つを奪った穴井選手が優勢勝ちを決め、4年ぶり2回目の優勝に輝きました。